ビオラソナタは、ビオラのためのソナタ。ピアノとの二重奏ソナタが多いが、無伴奏のビオラソナタも近現代には数多く、作曲されている。なおこのコーデは、作曲家によって、ソナタと銘打たれていない独奏ビオラのための作品も、取り扱うものとする。ロマン派の時代には、ビオラは、独奏楽器としてはほとんど無視された状態であった、こともあり、ビオラソナタや、 独奏曲はあまり残されていない。残された曲のうちでは、ブラームスの2曲のビオラソナタが有名であり、今日もよく演奏される。近代以降、プリムローズ、ターティスラビオラの独奏者が現れ、ビオラソナタや独奏曲も多く書かれるようになってきている。ビオラ奏者としても活躍したヒンデミットは、ビオラとピアノのためのソナタ、無伴奏ビオラソナタを合わせて7曲残した。 ショスタコービチの最後の作品となったビオラソナタは作曲者の全作品中でもこのジャンルにおいても重要な作品としてビオリストにとって重要なレパートリーとなっている。ありがとうございます。